皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史、今回は奈良時代を代表する天皇、聖武天皇についてお話しします。聖武天皇は701年藤原京で生まれました、ね、お父さんは文武天皇、お母さんは藤原不人の娘の藤原の都でした。藤原氏の血を引く初めての王子で、幼い頃その名前は尾人の王子、首という字を書いて尾人の王子、このように言いました。お母さんの藤原の都は王子を産んだ後、重いうつ病になってしまいます。そして人と会えなくなったんですね。このため尾人の王子はずっとお母さんに会えない時代を過ごすことになりました。初めてお母さんと会えたのはなんと、ね、37歳の時だったんですね。それまでずっとお母さんの愛情を知らないで育ってきたわけです。お母さんがこのような病気になったので、尾人の王子は藤原不人の家で育てられました。不人の家には安壁姫、後の光明氏ですね、という女の子がいて、2人は幼なじみ。実は生まれたのも701年で同い年でした。そういう中で707年にお父さんの文武天皇が亡くなりました。王子はまだ7歳ですから皇太子にもなっていませんし、もちろん天皇を引き継ぐこともできません。このために実は王子の祖母、おばあちゃんですね、文武天皇のお母さんですが、元明天皇に即位します。天皇の母親が天皇を引き継ぐというのは前例のないことで、本当に特別なことでした。なぜこんなことができたかというと、文武天皇が遺言でそのように指示を出していたからなんですね。ですから文武天皇のお母さん、王子のおばあちゃんが天皇になれたわけです。で、714年今度尾人の王子は14歳で皇太子になりました。皇太子というのは次の天皇になる人です。ここで尾人の王子が次の天皇だよということがはっきり示されたわけですね。で、翌年、今度はおばさんですね、王子のおばさんが元正天皇として即位します。まだ15歳という若さなので、一般的には天皇にはなれないんです。お父さんの文武天皇、15歳で天皇になっていますが、これは本当に特別中の特別、例外中の例外だったんですね。一般的に天皇になるのは30歳くらいだと言われています。そしてまたその翌年、16歳で尾人の王子は光明氏と結婚しました。そして724年24歳の時にようやく尾人の王子は、天皇に即位します。先ほど天皇になるのはだいたい30歳くらいと言いましたが、24歳、ちょっと若いですよね。実は皇太子になってから天皋になるまで10年間、ここに時間がありますよね。この10年の間に尾人の王子は天皇の、すべきこと、仕事を学んでいた。だから24歳で天皇に即位できた、こういうことなんですね。そして、聖武天皇と光明氏の間に元井王という王子が誕生します。しかしこの元井王728年に亡くなってしまいました。
この死をめぐって実は藤原氏と長屋王の権力争いがここに絡んでくる、絡んできます、ね、長屋王というのはこの聖武天皇のところで右腕として働いていた信頼の厚い人でした。それがなんと729年長屋王が藤原四兄弟に無実の罪を着せられて自害させられました。無実だと知らない聖武天皇はこの長屋王がこんなことをやってるっていうねことを聞いてすごく怒ったそうです。それはそうですよね、信頼してた人が裏切った、そう思ったんですからね。でもそれは嘘だったんですね。で藤原氏がしばらくね権力の中枢で権力を握ると、そういう形が取られますが、悪いことができないもので、この頃からだんだん、日本に天然という疫病が入ってきます。それが都でも流行り始めて、ね、その病気で多くの人が亡くなります。737年この藤原四兄弟長屋王を、ね、罪に無実の罪で殺してしまったこの四兄弟もこの天然痘という疫病で死んでしまいました。でだんだんこのままでは政治が、ね、乱れてしまうので、翌738年、聖武天皇と光明氏の子である安倍内親王を皇太子に立てます。安倍内親王というのは実は女性で皇太子になれたのはこの人一人だけなんですね。そんな中740年に藤原の広次が、太宰府九州で反乱を起こしました。朝廷はこの反乱を収めるために軍隊を九州に送ります。でもうそろそろねこの反乱が収まりそうな時に、実は聖武天皇の行幸が始まります。行幸というのは、天皇が都を離れていろいろなところに出かけることですね。なぜこんなことを始めたかというと、実は聖武天皇というのはひいおじいちゃんにあたる天武天皇、これを尊敬していたと、とても尊敬していたと。そして天武天皇が人心の乱でたどった道を自分もたどってみようと思ったらしいんですね。そしてそのことで天武天皇の行動を追体験しようとしたと、このように考えられています。以前ですとこの広次の乱が起きて、この広次から逃げるために行幸を始めたという説もあったんですけれど、今ではこの天武天皇の行動を追体験するという方が主流になっています。そんな中、山城の国で新しい都を作ることにしました。それ国境というところです。国境に都を移すという御事の令を出します。都を移すということはそこに都を作るわけですから、建物とかいろいろ必要ですよね。それはどうしたかというと、実は平城京から運んできてそこで建て直すという、そういうことを始めたんですね。そして741年、この年には国分寺建立の御事の令を出します。で国が病気、ね、の人が多くなったり作物が取れなかったりするのはね、きっと自分の行いが悪いこと、なんとかするためには実は仏教の力を借りようとしたと、ね、そのために仏教を全国に広めて国を豊かにしようと、みんな幸福になろう、ね、としたんですね。これなんとなくなんか聖武天皇のオリジナル
のように感じるんですけど、実は、ね、唐の国で似たようなことをした皇帝がいました。690年に唐の皇帝となった則天武后という、これは中国でたった一人の女性の皇帝なんですね。この人がやはりそのようなことをやっていて、そこからアイデアをもらったようです。そして743年、これ近江の信楽で大仏造立の御事の礼を出します、ね、お寺は建立ですけど大仏の場合は造立っていうんですね。でこのすぐ後、ね、国境の造営を停止します。これなぜかっていうと、都を移すにもお金かかりますよね。大仏を作るにもお金がかかりますよね。両方お金がかかるものを一緒にやることができない、お金が足りない、だからどちらかをやめようということで国境の造営をやめてしまったんですね。で信楽で落ち着けばいいんですけれど、聖武天皇何を思ったか、今度は744年に何話の宮に行幸しようとします。しかしこれは向かう途中で王子が死亡してしまって、死んでしまって、実は信楽に戻ってきます、ね、で信楽で大仏を作るわけですけれど、その頃この信楽ではなんか不自然な山火事がたくさん、ね、起きていたんですね。起きたんですね。不自然な山火事が多発したんです。これなぜかというと、実はこの740年行幸を始めてからずっとここまでの間、農民や、貴族っていうのは働かされ同士ですよね。不満が募っていて、で山火事を起こしたんじゃないかとこう言われています。で不審な山火事が多発するので、ようやく745年行幸を始めてから5年経って聖武天皇平城京に戻ってきました。そして平城京で政治を行うことになります。で756年5月に亡くなるんですけれど、この聖武天皇の聖武という名前、実は死んでからついた名前なんですね。聖武天皇の子供の孝謙天皇がこのお父さんである父を称えるために名前をつけました。それが聖法勧進聖武皇帝という名前です、ね、これが名前なんですね。長いですね。でその中にあるこの聖武という部分を取って聖武天皇と呼んでいるわけです。今回は奈良時代の天皇聖武天皇についてお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。